皆さん、こんにちは。ナオトエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。ナオトです。またまたヒートのね、スクワットで下半身トレーニングしたいと思います。今回も俳優とモデルをやっているね、大木文彦さんのね、動画をね、参考にしました。30秒スクワットして10秒休憩、それを10セットやりたいと思います。最初の5セットは普通にスクワットをします。残りの5セットはかかとを上げた状態でスクワットをしたいと思います。今こういう状況でね、トレーニングジムも休業が多いと思いますが、こういうのはね、家でもできるので、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいですね。ではそれでは早速やっていきましょう。レッツキュー。それではね、始めたいと思います。普通のスクワットなので、ダンベルをこの首の部分でかけて、で手で持ちます。でその状態でスクワットをします。で残りの5セットは、さっきと持ち方は同じです。ただ今回はですね、かかとをね、上げた状態でスクワットです。まあ、かかとを上げた状態でスクワットなので、かなり足にね、効きます。で今回もタバタのタイマーでやりたいと思います。この前ね、トレーニング動画を上げた時、タバタのタイマー使ったんですけども、録画はされてたんですけども、バグがあったので、今回はね、この状態でやりたいと思います。ではそれではトレーニング始めたいと思います。30秒ね、意外と長いですね。よし、2セット目。トレーニングですよ。スクワットは早っ。すいません、さっきのがね、3セット目です。噛んじゃった。次4セット目です。おい、続いて普通のね、スクワットをあと1セットです。5セット目いきます。よし、6セット目からですね、かかとを上げた状態でやります。うわー、これかなり効いてくるぞ。早っ。足揺れてきた。
ああ足震える、うわうわやばい、結構ね滑るわ、やばい、結構効いてくるわ。早っ、7セット目です。うわ効いてくる、うわ効いてきた、やばい効いてくるぜ。ああああ、うわ効いてくるぜ、うわやばいか、やばい、うん、やばい、これね結構効いてきますよ、足の指の力ね結構つきますよこれ、早いわ、やばい結構効いてくる、次へ9セット目、多分9セット目だと思う、早いな、はい、やばい、やばい、結構効くねこれ、まだ2セットありましたわ、カウント間違えた、おお結構くるよこれ、うわ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 、いや、終わった終わったかな、終わったみたいです。いやね、かかとをね上げた状態でのねスクワットね、マジできつい、普通のねスクワットだったらね全然ねいけると思うんですけども、いやー肩を上げた状態だとね、もう太ももがすっげープルプルしてきた。今回はですね、下半身トレーニング、ヒートのスクワットをね、やってみました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。 See you!、はあ、疲れましたね。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。